ヒルトン沖縄北谷リゾートにチェックインしてカクテルタイムの後、アメリカンビレッジに散策しに行くことにしました。沖縄大好き夫婦が行く2022年12月の沖縄旅行第2弾です。すごい、これ6時に起きはるんや。大変。7時50分に出ていく。ね、お風呂の時間も決まって大変。先生が一番大変やろけど。クリスマス前の11月中旬頃から年明けまで、各エリアごとにサンタや雪だるま、ツリーなどのオブジェが飾られ、夜になるとライトアップされ、雰囲気を楽しむことができます。テーマパークのように夜の散策にはおすすめです。お前好きみたいな。お、バスロバルじゃん。ハンガーもたっぷりありますよ。はい、いいね。いやー、俺の茶たいわ。お水が2本ございます、はい、ちゃんとコーヒーマシンもあります。こちら冷蔵庫、向こうはうちの空でございます。ウェルカムプレゼント。あ、そうね。ちょっと来てくれる。こんにちは。こんなコーヒーと、これ引き出しやろ。じゃじゃじゃん。カフェインレスコーヒー。グラスチェック。グラスチェック。綺麗でしょ。大丈夫と。綺麗じゃん。すごいというか普通やわな、これやな。これからあんなトラウマみたいになってしまうからさ、絶対見れるよね。びっくりしたよね。指紋どころじゃない。はーいとか言うとったら。ちょっとあれコーラ飲んだ後やね。コーラのなんか茶色くなってたもん、飲み口が。私コーヒーかな。コーヒーグラス入れへんでしょ。はい、セパレート。セパレートタイプの指紋。どうした？カラーでございます。電卓の皆さん、すごくご利用ください。コーヒーマシン。コーヒーマシン。これあるよ。パパン。ネスプレッソ。三個ですね。三個とね。はい。二杯飲むと危険ですよ。ここね。USB はございませんが、コンセント二つ。これ何？コードじゃないね。パソコンする。違う。初めて見たけど、あー、ランケーブル。 USB ここにあるよ。もう5鍵あるよ。わー、上した。こうだ。ここでちょっと遊ぶみたいなお茶。すごい、やっぱりいいね。
なくてでしょ。朝はいいな。ないな。なんで？どうだろう。高知土行く今。どうでしょう。じゃあ俺何食って？すごいね。で、あ、こっちビーグルだ。ビーグルだ。食べるもん決まってるから。うまいね。普通のご飯でいいよ。隣カレーなん。違う、おかゆさん。おかゆとかね。あとスープがちょっと。すごい。野菜スープだとないだろうね。味噌スープね。いいじゃない。味噌スープはちょっと。あ、沖縄味噌汁またはイナムルチとか。イナムルチって。スパムかなあれ。これはイナムルチって。バターバターうん、だから今のどっちかもしれない。なんかいっぱい入っとるで、ちょっと豆腐とか。ここは味噌汁なの、落ちない。バターはやから、これ味噌汁じゃない。せっかくの収穫でこれ入ってくれた。ねえ、そうよ。忘れたけど、まだ入ってたんじゃん。まだ出てたばっかり。だから次の組じゃない。貼り付けてやって。何組何組。おお、いいね。ええやん、この組。そうか、朝食外で食べられない。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントいただけると嬉しいです。これからも応援よろしくお願いいたします。また次の動画もお楽しみに。